スレスレ歩かせます。さあエース最後は25点目増本颯、エンジン全開です。やはりエースできた、上がっているか、上がることはできません。増本が止まりません。もう一度エースのバルアタック、最後仕留めたのはやはりエース増本、コンビを使った、いい反応を見せますが増本のスパイクが止まらない、はい、止まらない増本の活躍で鎮西小林、時間差上がっている高木のフォロー、そして増本スローカーーハンド、いや気合が一つ変わってきました。増本です。いやこの流れを、ね、消しているのも高木君のレシーブなんですよね、はい、リベロの高木が拾って、そしてエース前手がフロントロー上がってきました。さあ対する鎮西のエース松本、真ん中切り込んで極力フリーにはさせたくないですよね。やはり鎮西高校はそこでボールを集めてきますから。さあ対する鎮西です。ライトから松本パワーでブロックを弾いていきます、はい、松本このセット13点目。本当にレフトからライトからバックアタックはどこでも打てますね。すごいスキルだと思います、これは。ですから再三おっしゃるように。